日本愛知県豊田市須淵町、主淵町は愛知県豊田市の地名。元は美濃国岐府県江奈郡の一部であったが、1955年4月、一日越県合併により愛知県に移った。歴史的記述を行う文献によっては、主淵とする表記も見受けられる。本校では2012年現在の行政庁表記に従い、 歴史的記述も含めて、すべて、スフチ表記に統一していることを注意されたい。豊田市の北部にあり、矢作川支流である明智川の右岸に沿っている。朝日地区に属する。北で、岐阜県に名市明智町横通り、東で、岐阜県に名市串原、南から西で浅谷町と隣接する。町域内には、明智川と並行するように、主要地方道豊田明智線が走り、 人家は県道に沿う形で点在している。産業は農林業が中心である。また、県業農家が多数を占める。1601年の美濃国豪町、1616 16年の美濃国村高領地改め町などでは、主淵村、一式村、卸村の国高が総計として記録されており、この三村がかつて一村を成していた可能性を伺わせる。 1831年の校調も、卸村と須淵村が、王庫には一村を成していたことを示唆しているという。卸村は明治に入り、金剛の村々と合併して横通り村の一部となり、三の村、明智町を経て、現在は、江名市明智町横通りの一部にあたる。豊田市のき家情報バンクに登録された、情報によれば、自治区費、500円、月、町内回避等。 6000円、月とかなり高額になっている。2019年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。